タキロン CI 株式会社は、大阪府大阪市北区梅田のノースゲートビルディングに本社を置く合成樹脂製品の製造、加工、販売を行う企業である。1919年創業。コーポレートスローガンは、プラスチックテクノロジーで人と地球に優しい未来を創造する。創業者の滝川サ太郎が19、1919年に大阪で、 立川セルロイド工業所を設立する。1935年に株式会社に改装後は、兵庫県伊保郡水戸町に工場を設置し、本格的生産を開始するとともに、創業者である滝川の滝、プラスチック材料のナイロン、ビニロンからのロンを取り、滝ロンとして商標登録する。同商標は長く使用されていたが、1973年より、 正式な社名として用いられるようになった。最高建材から、重設建材、床材、観光機材等に至るまで、総合的な合成樹脂製品を製造しており、それぞれの分野でのシェアも高い。特に床材では強く、マンションの共用外ブローカの防滑性シート、タフスリップや、近年では、暗がりで足元が見えなくなり、転倒事故へつながるのを防ぐ目的として、 蓄光剤による光によって足元を誘導する滝ステップ蓄光タイプという防滑性、階段製品も開発されている。打足になるが同じ時期に創業し、関西に本社を置く同婚企業のダイセルももともとはセルロイドを中心とした合成樹脂製品メーカーだった。しかし後に火薬を中心とした自動車用エアバッグの起動装置や戦闘機、 軍用ヘリ用のパイロットの緊急脱出装置などを開発する企業へと変化を遂げたため、今では合成樹脂メーカーから大きくかけ離れている。また過去にダイセルが扱っていた製品の一部は、後にダイセル市会社として設立した大日本プラスチックスへ移管させているが、2008年3月にダイセル及び徳山所持の株式を多機論が取得している。 2017年4月1日、CI 化成を吸収合併し、現在の社名に変更した。三和グループ及びコガグループに属している。たた数、顧客から出発せよ、挑戦なくして成功なし。ありがとうございます。